ップル？まだカップル。カップルじゃねえの。え？気持ち悪い。いやこれカップルやね。こんな人。だる。だる。もうマジだる。ちょっとあのもう。わかった。アイドリミスティア。伸びしろしかないわ。伸びしろ。距離の縮め方。いやもうめんどくさいわ。あのさ、あんな街でこんな手伝いでもう好きやん。好きです。あの男性のことどう思って好き教えてほしいな。教えてほしい。よし、じゃあ任せなさい。で今から彼がね言いたいことがあるんで、それもちゃんと伝えようと思います。よし、じゃあ行こう。ヒント、大丈夫か。行け、行ける。好きです。付き合ってください。お前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 になってる。こっちつきです。付き合ってください。なんかある初動だったのが、うん、初対面の人と超学校近くの仲間で卒業した、うん、男も妥協してるな。人生で一番やらかしたことと黒歴史を聞いてるって何かありますか。ちょっとやばいことがある。ああそれよ。え？違う違う違う、あれ見たことある。何が俺さ、もう今年は行ったりとかしないって決めたの。だからなんかこの変わった俺を見てほしい。え、大晦日にまず元カレを振ったんだよ。違う、聞いてる時確認やん。大晦日にまず元カレを振ったんだよね。その振った次の日に先輩とやったっていう話は合ってる？俺なんか合ってるのか分かんない。それ合ってる？はい、合ってるね、合ってるね。で、この話は放送していいのかダメなのかどっち。ダメ。ダメね。オッケー。しかないわ。ソーカップル。カップルじゃないです。カップルじゃねえの。元カノ。どっちから連絡したの。ずっと連絡取る。戻ったらいいよ。僕は戻りたいんですけど。君は戻りたくない。理由があるみたいな。いいんだね、今彼。いや なんかあったらじゃあ戻る。いますよね、絶対。戻ったらいいよ。理由言ってちゃ、ちゃんと。いやあ、じゃあ一回聞かないとこ。あ、聞かないとこ。あ、その原因は何だ。別れた原因。やるの回数が合わない。なんかごめん。なんか、君のが多いってこと。君が向こうがめっちゃしたけど、君はそんなしたくないから、ちょっと。まあ、なんていうのかな。ちょっと俺もね、さすがに、まあ、これはちょっと。まあ、言えない言えないですかね。だけど、何しよっか。